徳川よりふさは、日立水戸藩の初代藩主、水戸徳川家の祖。1603年8月10日、伏見城にて、徳川家康の十一男として生まれる。吉信の子孫にあたる。母は、江川栄町の幼女、陽ータマイン。1606年9月23日、3歳にして、日立下妻城十万国を、ついで1609年12月12日。 兄の頼政の駿河天皇によって新たに、日立三戸城25万国を領したが、幼少のため駿府城の家康の下で育てられた。南紀徳川文では、頼房が徳川政を許されたのは1636年とし、それまでの33年間は、名字定まらずとしており、同母兄、頼信の分家とみなされていたという説もある。1610年7月、家康の命により、 実施し姫を亡くした秀勝院の養子となる。1611年に玄服、頼信と同様に、生は源氏の通詞の一つである、来の字を用いて頼房と名乗った。1614年、大阪の陣では、駿府城を守備した。家康の死後、駿府から江戸に移った後もしばらく、水戸藩領には赴かず、1619年10月、17歳の時初めて終藩した。 しかし2ヶ月後の12月に、江戸へ帰り、次の周藩は1625年である。江戸と領地を往復している、兄の吉直や頼信と異なり、青年時代のほとんどを江戸で過ごした。これは秀忠が、頼房の一年下の実期将軍、家光の年齢の近い身内として、学友的な立場に置いておこうとしたためという説がある。一方で、水戸記念には、 若年の頃のよりふさが異様な衣服や刀をまとい、行儀や節度のない振る舞いがあり、幕府が不可老、中山新吉を呼んで建築を加えようとしたので、新吉が命をかけて還元し改めたという話が残っている。六百二十六年、家光の上落に同行し、八月十九日、十三に、県中納言となったが、同日、加賀藩主、前田敏恒や薩摩藩主、 島津家久、道の久仙台藩主、伊達政宗も、十三位、県中納言となったことに不満を持ったため、翌年早々に、正三位に少女する。これ以後、道家は三位、県中納言となった。1625年から1630年まで、官営三年の上落の年を除いて、毎年水戸に周藩し、水戸城の修復や、城下町造営、様々な法令を定め、 城下の整備を行った。しかし1631年、大御所秀忠が病となり、将軍、家光の神聖となると、寄さの周藩は途切れがちになり、家光死去の1651年までの17年間、周藩はわずか3回となっている。このことが先例となり、水戸藩主は基本的に江戸城中である城夫となった。1630年6月、家光が、 秀勝院を通じて、その方のおことは別次心安思えこうまま真珠を、残さす万談合猿ごとに候、兄弟優の講師かも役に立たす。交換、この上は、その方を兄弟堂前に思えこうまま、渡る万事その心へかゆうこうとの書状を送っている。当時、家光の弟は二人いたが、実弟の忠長は海域となり、高崎に遊兵中であり、伊母帝の星名正幸は、 用紙先の高等藩三万国を継いで、まだ二年目であった。一方、終わり藩主の吉直や紀州藩主の頼信には、かつて無本の疑いがかけられるなど溝があった。こうしたことから、家光は頼房を頼りになる身内として、江戸に上住させたようである。水戸藩主を俗に、副将軍と称する論拠となった。年、戸に、周藩中に、病となり、 水戸城にて死去した。日付イコール旧歴史も妻藩、周藩なし水戸藩、計11回。勝浦市市編参委員会編。勝浦市市通市編。2006年。406ページ。幕府曽谷殿では、1609年の14位した左衛門正し女人の時に徳川を称したとある。ありがとうございます。